デバステーション級装甲艦はイギリス海軍の装甲艦の艦級である。本級の武装、装甲配置を示した図。デバステーションの3 0 5トル前走砲の法比3 0 5トル前走砲の装填方法を示した図。本級はイギリス海軍が自国の沿岸防衛のために建造した砲塔装甲艦である。本級の特徴として、 搬送設備を設計時から排除し、機関航行に重点を置いた設計をとっていた。しかし、当時の重くてかさばる機関技術では、武装重量と相まって重量増加がかさむために、本級の還元は他国の同種艦に比べて低く、走行範囲も限定されていた。本級の基本構造は還元が低い平 甲板型船体の前後に2機の砲塔を配置していた。上部構造物は前後を主砲塔に挟まれていたために上へ上へと多層構造化し、窮屈な印象を受ける。艦首水面下に昇格を持ち、低い艦首甲板上にアームストロング30.5センチメートル前装填式砲を連装式の主砲塔に収めて1機を配置し、その背後に 甲板一段分上がって、操打環境が配置し、その上部には船橋が設けられており、その背後に簡素な短脚式のマストが立つ。マストの後部には日本煙突が立ち、周囲にはキセル型の通風塔が立ち並び、外周は関西低置き場となっており、片元2機ずつのボートクレーンにより、高所から水面部に下ろされていた。 二番煙突の背後に上部に見張り所が設けられた短脚式の後部マストが配置し、その後部から一段下がって後部甲板上に後部手砲塔が一基配置されていた。本級の設計様式は同世代にオーストラリア海軍向けに建造されたサーベラスに強い影響を与えた。本級のうちデバステーションは1891年から1892年に かけて近代化改装を行い、球体化した主砲等を全土級戦艦、レナウンにも採用されていたアームストロング1885年型マーク 225.4cm 砲に換装するとともに、この時期にフランス海軍が整備していた水雷艇対策に、上部構造物に、耐水雷艇用として 5.7cm 速射砲を、 単層砲がで6機と4.7センチメートル速射砲を単層砲がで8機を搭載した。また、老朽化した角型ボイラー8機とトランク型レシプロ機関は新式の円筒型ボイラー8機と3段、膨張式レシプロ機関に更新され、信頼性が増した。しかし、乾燥後の手法は運用上のミスで1900年に爆発した。 1869年11月12日に、ポーツマス造船所にて、寄港。1871年7月12日浸水。1873年4月19日、浸港。1891年から1892年に、近代化改装。1902年に武装撤去。1907年に、除籍後。1908年解体。 1869年6月に、ペンブローク造船所にて寄、寄港。1872年浸水。1877年、春工後に、トルコ戦争に参戦。1902年に武装撤去後。1907年に、助籍席後。1909年に解体業者に売却。ありがとうございます。